9番のプレイヤーは発言してください。いいっす。どうも、村人ジネです。そうですね、新コーナーなんですけど、まあ22番目になったら、まあ、霊能から手をかけようと思ってますが、まあ、しっかり霊能の精査もしていきたいかなと思ってますね。まあ、例えば、まあ、新郎番目以外、新郎新居だった場合に、1日目で、ニスっぽい、だからいわゆる狂人を釣った場合に、次の日に黒黒結果飛んできた場合って、必ず黒ラになると思っているから、だからその場合に新霊能が2日目に残っていれば、ほぼ村は勝てると思っているので、しっかり霊能の精査も当てていきたいかなと思ってますね。あ、もちろん霊能の精査もそうですけど。はい。以上です。1番のプレイヤーは発言してください。村人陣営です。まあそうっすね。まあ22になったらという話ですよね。まあそれでも、俺釣り切っちゃうけどな、多分。人になったらね、霊能に手をかけるんであれば。ただ最近潜伏とかも結構多いから、まあ巨人さんとか心霊なんか別に潜伏してグレズリーとか全然強いと思ってるんでね、グレズリー、ね。まあ、それ言ったら囲ってくる可能性もありますけどね、はい。村にとって強い信仰を取っていけばいいと思ってます。はい、以上です。2番のプレイヤーは発言してください。はい、2番です。占い師でした。5番さんにランダム白が刺さってます。よろしくお願いします、ということで、これね、あんまり色落ちしない発言だねと思ったんやけどな、まあ、進行論で、まあ、まあ大雑把にまとめると、まあ、91が言いたいことは、まあ、占いじゃなくて霊能ロラしますっていうところで、まあ、けど、まあ、霊能ロラするけど考察するよっていうところで、9番さん1番さん、まあ、当たり障りのないことしか言ってないので、まあ、2周目の1かなというふうに思っています。1番さんもうちょっと9番さんに対する説明が欲しかったかなっていうところで、まあ、印象で言うと、まあ、91の順で、まあ、いいかな、まあ、よくはないけどね、説明がなかったっていう点では1番さんの方が悪かったかなっていうふうに、まあ、無理やり、まあ、印象はつけたいなっていうふうに思っています。まあ、進行論を付け加えるとするのであれば、まあ、全員に触れなくてもいいから、気になったところは深めて考察をしてもらいたいなというふうに思います。まあ、触らんところは特に切れなかったということで、まあ、共通認識できればいいかなというふうに思ってます。以上。3番のプレイヤーは発言してください。発言してください。はい、おはようございます。2番さんぐらいなしで5番さん白を把握しました。まあ、9番さんに関しては22陣形になったときに、まあ、占いに仕様になって、あの黒黒だった場合黒から釣りたいっていう派の人だから、もし9番が仮に潜伏を選んでいる人狼だった場合っていうのは、まあなんだろうね、ゴリゴリラインつなげてくる人なのかなと思ったから、9番自身が狼なのであれば、2日目の黒黒結果って自身の黒結果であることを指していることから、仮に9番が潜伏を選んで狼だったら、占いとゴリゴリにラインをつなげる人なのかなと思ったぐらいかな。まあ、ひろゆりよさそんぐらいかな。1番に関しても、まあ、ムラリがあることをしたらいいんじゃないかっていう感じで、特に色じゃなかったかな。まあ、9番さんとは違うみたいな意見していたから、なんか、初っ端のライン切り、あ、もう、2番が死んだった場合、まあ、仮に平和になった場合の91ってあんまり現状見えていないかな。まあ、2番っていうのも91の順列をつけたから、どうなんだろうね。まあ、2番が仮に狼だった場合に、91の順列つける行為って、あんまり目立ちすぎるなって思ってるから、そこに関してはあんまり、あ、ごめん。4番のプレイヤーは発言してください。おはようございます。霊能でした。で、91番さんに関しては、まあ、釣り切っちゃうけどなって言ってたのが1番さんだっけ。で、9番さんは少し、釣り切りっていうことは言ってなかったかな。で、特に黒い発言はなくって、まあ、1周目の1人目、2人目で、まあ、なんだろう、2周目かなと私は思いました。で、まあ、そこに一応印象付けた、2番の占い師さんで、5番さん、白。で、そうだな、盤面揃わないとですけど、結構2番さんの芯っぽい感じが私は感じたかな。で、あの臨機応変に村に一番強い先行を取っていくってところが良かったかなと思う。
5番のプレイヤーは発言してください。はい、9番さんから始まり、1番さんは例の釣り切ると。私も釣り切る派ですかね。うん、まあ91に関しては特にって感じかな。2番さんに関しては、まあ頑張って、黒を探そうとしてる姿勢が印象いいと言っておきましょう。3番さんに関しては、結論多分2番さん神明でいいのかな。ここら辺ちょっと、まあ結論を聞きたかった。4番さんに関しては、まあ私と一緒だけど、まあ3番さんの便乗って感じかな。まあ同じ意見なのだけなんか、だけかもしれないけど。まあ特に言うことないですかね。なんか言うことあるかな。うん、まあ、同意見ですね。うん、まあ、盤面確定してから喋ります。6番のプレイヤーは発言してください。はい、霊能者でした。4番が9番から始まって以降、半分の1で狼出てくることってあんまりないかなと、現状思ってるので、7、8で占い師出ると思ってます。はい。ただ2番さんが進化した場合、1、2番面であっても、4番さん霊能だと思うんですけど、霊能ローラーからしてください。4番釣って、その後僕釣ってください。で、次の日に2番さん、次の日に黒当てればいいと思ってる。そうすると残りのラストウルフ1。まあ、発言精査が分かんないとこから釣りに行った方が勝てるのかなと思ってます。はい、それぐらいですね。うん。まあ、1番さんのグレーツリーっていうのは僕は分かんなかったですね。霊能ローラーで出てた場合って、脳死で霊能ローラーして、あとは黒出し先とかラインとか見ていけば。霊能出ると思えないから、7、8占い出ると思う。7、8占い出ると思う。7、8占い出ると思う。これどういう意図なんだ？7番のプレイヤーは発言してください。率直に6番偽かなと思いましたね。4番さんに対して4番霊能でしょって自分が霊能だった時に対抗に対してそんな発言出ますかね。6番偽っぽいなと思いましたけどね。うん、9、1に関しては色落ちなしかな。9は普通の発言をしてる。1はグレー釣り。狂人が出て新霊能が潜伏していて噛まれたりとか、初日釣られたりとか、2日目その人が出てきたとしても、村って信じられない可能性があって、自分視点での話しかしてないなって一応思ったかな。くらい。3番に関しては、9の精査の要素の取り方が村っぽいなって純粋に思ったかな。3の要素の取り方が村っぽい。じゃあ、9の要素の取り方が村っぽいなって思った。5番に関しては、わかりません。何も落としてないです、5番さんは。で、はい、3番だけが若干村っぽいかなって印象かな。はい、以上。8番のプレイヤーは、発言してください。占い師よ一白、占い師よ一白です。6番から釣りを入れようかなと思ってますね。1、2番面だった時のケアもの話もしてたけど、6番って4番を強靭視しているのに、4番から釣りをするんだって率直に思ったから、普通に1、2番面になった時に強靭から釣り、あ、てか、6視点の霊能から釣りをし、グレーに狼を助けたい強靭なのかなって思ってしまったから。はい。3番に対して7番の言う通り、3番の9番の発言を拾った部分は村っぽいなと思ったんだけど、そういう視点もあるなと思ったんだけど、3番視点、2番が91で無理やりでも優劣をつけようとしたところが、2番が狼だったらって言いかけて止まっちゃったんだけど、おそらく2番が狼だったらやらないって言いたかったんだろうけど、2番は仮には自視点2番って対抗で、多分ほぼ4、6が新居かなと思ってるから狼だと思ってるんだけど、2番が狼だった場合でも優劣つけ、締めを取るためにそういう精査するから、そこだけが引っかかったかなと思った。9番のプレイヤーは発言してください。デイスラ、カリ出てきた方がいいんじゃないですか、カリ。カリの3出てきてください。1、3番目。1番がカリだでも出る。これもあれじゃん、黒見つけたら勝ちゲーじゃん。てか、西進行で、3、4、6なら順歩と追記で勝ちかなと思っているんだけど。なんか切磋入れますかね、これ。妊娠進行で、4、6詰めてもいいし、3、7とか、適当に順歩と釣り切りで勝ちかなと思ってて、2番が、狼で、占い師匠からレースラする意味ないし、強人だった場合もほぼ利敵だと思っているから、妊娠進行で3、4、6なら釣り切りで勝ちかなと思っ
ているから。なんか精査いりますかね、これ。その7番の言っていた3の村よそってちょっと理解できなくて、3番って俺が狼だ、潜伏狼だったら占い師とゴリゴリ LINE つなげるのはちょっと言ってることがちょっと理解できなかった。俺の理解不足なのかわかんないけど。うん。あ、てか8番が黒見つけたら勝ちだから、なんか、うん。特になんか、発言考察っていうより、黒見つけて勝ちか、妊娠進行で、サイン6なら順不同追記で勝ちだからなんか特に言うことないけど。じゃあ6番から釣りますか、今日。6番から釣りましょう。で、彼らは絶対8番超えで。はい、以上。1番のプレイヤーは発言してください。はい。妙なことで隠し論になってしまいました。はい。4、6ともに信ないなって思って聞いてました。4番に関しては1級の霊能に関しての話、霊能者であれば霊能に関しての話ってよく聞くと思っています。9番っていうのは22だったら釣り切る。俺は22で占い、いや、霊能に手をかけるんだったら、あ、釣り切るじゃないや。ストップしてもいいって言ったんだ。俺が釣り切るって言って、ただ俺は潜伏霊能とか結構好き派なんで、村寄りな盤面を作ってくださいって言ったのは俺であって、その発言を2番の発言と取り違えていた4番。6番に関しても22でグレズリなんて俺一言も言っていませんね。4、6ともに死んねえなぁと思ってました。グレイチ、そうっすね。7番さんじゃない?6、7ローローじゃないの。でも6、7ローで6釣り行くかな。でもな、6死んなかったもんな、全然。釣り行ったら白くなるからな。狂人が出ての洗礼って別にそんな怖くなくて、噛まれても、ね。ただその狂人が違う色出した時に怖いんだけどね。だけどいつまでも残ってる霊能力者って、まあ怪しまれるしね。3番何言ってたかほとんど覚えてないよ、俺。正直。7番さんが3番さんのその村要素の取り方が9番さんがおかしいって言ってたけど。あんまり覚えてないんだよな。うん、6、7かな。6、7ローローか、4、7ローローじゃないでしょうか。と思ってます。はい。以上です。2番のプレイヤーは、はい、発言してください。漆黒なナルです。というところで、霊能なんですが、まあ、9番さんから始まって1番さんに回して、2人とも霊能を釣り切るっていう流れで、多分おそらくこのままだと霊能を釣り切るって流れになるから、なんか何かしらしたいなっていうふうなことで、まあ、一旦、まあ、占い師で進学できればいいかなっていうふうな、まあ、思考でやりましたっていうののまず説明をしたしますっていうところ。で、まあ、4番さん、6番さんに関しては、老老っていうのはほぼ 100% ないっていうところは、まあ、老教。老教ってところで、まあ、不可解なのが、なぜ老が出てきたのかっていうところがまず不可解。であるが、まあ、何かしらの理由で出てきたんだろうとは思うが、まあ、どっちかといえば4番さんの方がローで、6番さんの方が虚っぽい、なんか、おっと、ああ、そうなの、そうなの、え、そうなの、ちょっと待って、待って、ストップ、続いか。それはいらねえんだけど、マジで。いや、俺が言うのもなんやけどさ。いやいや、ちょっと待って、怪しいだろ、さすがに、それは。ああ、ちょっと待って、考察が吹き飛んだぞ、それは。そう、だから不可解と思ってんね。だってさ、狂人とローが、だからローやったらアホやなっていうふうに思ったんだが、けどさっしまって、これおかしい。なんか4番目に見せて出てきたような気がするんだけど、今のスラは。まあ いや、とりあえずまあそういう思考でやりましたっていうところかな。で、8番さんが1番さんに白だよね。ちょっと待って、普通にごめんごめん。個人的に意見として普通に4番さん釣りたいんだけど、マジで。なんかそこをマジでいらんかったかなっていう風なところでごめん。もともとローメが高いなって思っていた4番さんから行きたかったが、まあスラーしても変わらんかったかな。4番さん行きたいかなっていうところは正直なところですっていうところ。ぐらいかな。まあいろいろ太鼓の黒目はいろいろ、まあ、言っても仕方ないんで村の皆さんに任せますっていうところで、普通に4番さんから行きたいかなっていう風に思っているかな。今のスラーからしても4番さんのローメは高いかなっていう風に思っている以上。3番のプレイヤーは発言してください。ということ、鈴木に関しては2番が狼だ、あ、9番が潜伏狼だった場合はゴリゴリライン繋ぐ人だな。かつ2番が、そこで窮地の審議をつける必要がないって言ったから、まあ、2番若干新っぽいっていうのはその通り、8番が言った通りはそれ言おうとして、ただ、仮に2番が狼だった場合2級ローローはあるかなって精査を続きで落とそうとしてたか。
まあ、4、6に関しては6番ってほぼ強靭だと思っていて、まず6番の、前提条件が4番強靭視点だったよね。4番強靭視点を話していて、平村になった場合、1、2陣形になった場合は、6番って4番から釣りますって言ってるんだよね。だから6番って4番のこと強靭で思えてて、グレーから押さないのがまず6番強靭視点、かつ6番って4番に対して、まあ霊能だと思うんだけど、これは7番が言っていたがその通りだと思ってるから、6番は4番に対して霊能だと思って発言していたから、6番って明らかに偽なと思ってたから、まあ6番強靭でしょうね。強靭の置いて4番強靭の置きたかったんじゃないかなと思ってるから、まあ、霊能から行くだったら確実に6から行って2の鬼滅進行しようかなと思ってます。まあ、4に関してはどうなんだろうね。ほぼ6は強靭視されてるから4が狼で出てきてるすら。4番ってさ、そもそもじゃあ1、3陣形になった時になんで降りなかったの4番って、なんか意味がわかんないなと思って、とりあえず4番も陣外かなと思ってるから、まあ、4に釣り切ったら確実に、確実とはいないが、まあ、とりあえず2陣外落ちるのかなと思っている。まあ、2番が陣外の場合って狼しかないでしょ。強靭で3周目に出てこないと思ってるし、あっても狼かなと思ってる。2番が狼の場合っていうのは9番かなと思ってるから、まあ、9番って7番叩いて7番が3番黒し、あ、白ししてるから9番視点で味方がいないから7番叩くしかないんだよね。かつ9番が狼の場合って多分ゴリゴリ繋げるって俺の精査だから人気はあるのかなって感じかな。まあ、4番狼の視点で考えたらまだ分かってないけどね。4番狼視点がまだ見つかってないぐらいかな。今日6番からいきますね。4番のプレイヤーは発言してください。はい、私すごい意味のない、なんだ、ムラスラした場所が悪、タイミングが悪かったのかなと思うんですけど、霊能一角させられたらいいなと思って出たら、三釣り系な。二番さんが、占いすらっていうところで、私目線だと、占いすらじゃない、じゃあ、レースラ。だから、2番さんが真の霊能で、で、6番が狂人で、で、8神占い、で、グレーに人狼2人っていうことになるんですけど、だから、村の人の鶴順で、私からか6番からかってなってると思うけど、釣られきてんね。そうなんだ。それだったら情報が落ちる方から釣ってもらうしかないかなと思います。スムラなので、だから待って、だから強人もいるんですよね。だからどうしたらいいんだろう。でも信じてもらえなかった場合って明日以降 PB のことも考えてもらわなきゃいけない。どうしよう。6を真に見てる人はいないのか。6って狼なのかな、わかんないな。でも2番差が神霊能なので、私か6かどっちかから、でも6から釣ってほしいです。5番。のプレイヤーは発言してください。猛烈に3番釣りたい。もう借りる権限で3番釣っていい。3番さんはさ、6番さんのこと強靭で見てるわけでしょ。でその上で2球2が狼なら2球狼で見てるわけでしょ。だったら2から釣ればいいんじゃないの。なんで 6番を強靭で見てて6番から釣るっていう思考になるのか全く意味がわからないんだけど、3釣りでいいんじゃないと思うけどな。3釣るか。3釣りでいいと思うな。で、6番、まあ6番、4番に関してはもう無視でいいと思う。もう完全に今のムーブも釣られに来てたし、ムラスラのタイミングも釣られに来てるスライドのタイミングだから、まあ、強靭だと思うけどね。ちょっとそこが合わなかったの。誰だっけ、誰かが4、ロー、6強って言ってたけど、逆だと思うけどね。で、6番に関しては、4が狼で霊能で出ると思えないから、7、8で占いが出ると思うって言ったね。この意図がね、全く分かんなくて、これなんだろうな。7、8で、だって2、1でさ、2が、2
21番目にそのまま固定される、あの時点では2が占いで12番で固定される可能性があったのにもかかわらず、78で占いが出るっていう発言したんだよね。これちょっとね、ずっと考えてたんだけど、ちょっと分かんなくて、なんだろうな、2がスライドすること分かるわけないしな。6自身が狼で、だよね、6自身が狼で2番目作りたかったのかなって、強靭なパスにも思えるな。今日は3ずりでいても、4は放置でいても、レノも放置でいても、6番のプレイヤーは発言してください。まず僕を強靭を期して4番人狼を期したのは2番さんの考察であって、例えば4番さんが狼であった場合、僕の 1周目の発言以降から7891っていうのは僕の偽ロックをして僕釣りの流れ言ってたんですね。だから4番さんが人狼であのまま引かないっていうことであれば僕釣りに押せたはずなんですよ。はい、わかる。4番が人狼だったらレノすらする意味がないんですよ。でかつ4番っていうのはせめて9番の位置ですらするべきであって、それもしなかったっていうのも、やっぱ4番って強靭かなと思ってるんですけどね。はい。なので、2番が相方なんで、もう例のローラーしてくれないですかね、8番さん。あなたがラストウルフ位置見つけるだけだと僕は思ってるんですけど。どう思いますか、8番さん。僕は2番さんに入れますね。以上。7番。のプレイヤーは発言してください。2番の考察に違和感があった。3番の考察にもだけど。4、狼目が強いってなぜ ?4 って強靭じゃね ?4 番狼視点に立った時って占いが1人出てる状況で、4番が狼で出たら強靭が出てきて、で、心霊のも出てきてっていう場面が想像されるのに、4があの発言で4が狼で出てこれると思えないんだけどな。4がめちゃくちゃ強靭に見えていて、その時点で、しかも1周目の 3CO 時点でさ、4強1、6に、まあ、2進1、6狼1みたいな考察にならないかな。なんかその考察が違和感でしかなかったんだけど。ただ36見えないかな。3番黒軸、その考察から違和感を覚えた3番を黒軸に置いたときに、6番が相方ってあんま見えないんだけどな。その考察があるとしたら3人ぐらいじゃないかなと思ったんだけどな。4強靭に強く見えていることから26進路に見えていて、で3でグレーの狼道を3にした場合って6じゃなくて2相方じゃない。2番ってかなり真に見られている発言っていうか、6が偽すぎた状況で2番に対して3がグレーの狼で占われてもいけない位置で2番殴りに行けると思えないんだけどな。3が2狼軸に置かないと3番が狼で2番殴りに行けないんじゃないかなと思うんだけど、4が著しく強靭に見えてる。36あると思うけどな。これどこ釣るのが正解なんだろうな。4が著しく、8番さんに言っとくと、4だけは絶対占わないでね。今日の釣り位置どこにも関わらず4だけは絶対占わない。じゃあ8番さんの指定に従うわ。はい、どうぞ。8番のプレイヤーは発言してください。まあ4番は限りなく何かしらの人外だとは思ってる。狼か狂人かは正直分かんないけど、どっちもあると思ってるかな。まあ6番か4番から釣り入れましょうか。2番が人外であの行動を取るメリットって全くないと思っているんで、別に2番が狼だった場合でも指名取れてないわけでもなかったし、2番偽っていう声って全く出ていないから、2番狼だった場合って降りる必要性が全くなくて、わざわざ自分からめちゃくちゃ不利な盤面に飛び込む行動になるからね。強靭だったらなおさらありえない。わざわざ新居新郎盤面が確定している状況下で2番が霊能にすらするってマジでありえないから、発言に多少の違和感を覚えたとしても2番ってかなり指名は高いかなと思っちゃうんだけど、まあ新ロックはしないけど。どっちつっかな。4番つっていいんじゃないですか。黒見つけますよ。3落として7球占えばよくない。俺7番に少し違和感があって、2、3狼ってめっちゃ見づらくない。
2番という狼が占い師をして3番が2番に対して叩いてたっていうけど全く叩いてなくて3番って締め高いっていう発言残そうとしてたから2、3狼って見づらくね。どうしようかな。いや、4番。なあ、4番つっちゃいましょう。とりあえず。投票を始めてください。もったいないと思うけどな。3人いるとこ。ありえん。オラじゃないべ。4番のプレイヤーが選ばれました。え、4つっても白しか出んと思うけどな。4番のプレイヤーは発言してください。はい、スラの仕方で2番さんが真の霊能だって発言残したんですけど、その後の6番さんの発言が4放置いいでしょ。ちょっとそれで分かんなくなった。意外となんか白くなった。3つって朝4釣りの方がいいでしょ。6番さんがそれで今2番さんに投票しました。で2番さんは私をローで見てて、3つって4、いや6番さんは今日で見てたんですよ。3つって 7占いの4釣りでよくない。2番さんがそのあの出方をするローはいないでしょっていう風に見せたローに見えました。私にはそうだな、この考察が合ってれば、この考察が6が心霊能になるっていうとこまでしか考察残せないです。以上です。夜が来ました。目を閉じてください。カリウドは目を開けてください。カリウドは守る相手を選んでください。4釣りいっちゃもったいないと思うけどな。朝が来ました。昨夜死んだのは5番。6番のプレイヤーは発言してください。にしろって2番さん、自分のことしろって言ってるよ。だからもう一回流れ言うからね、ちゃんと把握してね。2番柄ないしで4、6で例の死はありましたと。で、僕の発言以降、7番さんっていうのは僕の死を切ってました。8番さんに関しても同じくそう。9番さんに関してもそうです。だから、死を勝ち取れると思った2番さんがローで例のすらをしたんです。わかりました。で、2番さんっていうのは僕を強人軸、4番を人狼軸で追ってます。4番が人狼軸であれば、7、8、9、1が僕に対して偽ロックしてたので、4番さんが人狼で偽っても、僕に釣り押すことができるんですよ。かつ白結果として2番さんがやっぱり狼だったなって話もできるんですね。4番さん相方軸だと。4釣りなかったやん。流れ考えてください。流れを。はい。頼みますね。8番さん。次の日あなたいないですけど。以上。7番のプレイヤーは発言してください。結果を落としてくれないと何にも言えないんだけど、昨日占うべき9ね。あなたどこ狼で見てるんですか ?26、どっち、ね、4強人と思って落としてるんだったら、27か46、76と思って俺占ったの。あの状況で俺6の相方ないでしょ。2黒軸だった場合って3相方ないしかなくねって俺が2の相方で言うと思ったの。
ああ、これ5番さんに従って3落とし4強大きい、6人精査の8裏、9、いやー、どのみち俺裏になってたね、8番さんだったら。まあ、PP 懸念するんだったら4がガチで村でやってた。で、今日心霊の鶴くらいね。さんずりよくね？ダメなの？さんずりで よくない？今なりさんずりでいいと思ってるんだけど、さんずり。発言に違和感って言われたけどさ、さんずり、4ずり、6ずりでいいんじゃない？3番が狼で2が心霊ので6相方だった場合って3番って2、6釣り切ればっていう発言を落としてんだぜ。さんずりで3が2がほぼ真で見られてる出方してる状況で3が狼で2番に対して6と2釣ればいいっていう発言3番言ってるんだけど、3釣りで7占うんだったら9釣りで3、6だった場合って2からのヘイトって3に向かない？だから3が狼だった時2番の相方になると思ってるんだけど、まあそれで2番殴ってたならちょっとすごいなと思うんだけど、まあなんか一番情報落ちませんでしたね。 4釣りがな、はい、まあ占わせてごめんなさい。ないよな、4釣りだけないよな。8番のプレイヤーは発言してください。いやー、7番さん申し訳ないね。多分1番が7番をクロロックしそうだったから、多分いつポジって俺じゃなくて1番になるから、7番黒だった、あ、7番が白だった時、俺がもし仮に9さん占って白結構落としてしまった場合、7番の釣り入っちゃうかなと思って7番占っちゃったんだよね、ごめんね。どうしようかな、4番人外ロックするんだったら。何やってんだよ、いつとかじゃなくて黒狙いや。2番の狼を追うか。まあ、4番を人外確定置きして6に釣り切って最終救済精査でもいいけど、どっちがいいかね。俺ね、この盤面でいつも黒見つけらんないんだよね。4番隠し玉ね、あの行動村じゃねえよな、どう考えても9番の位置ですらするもんな、普通に考えて。多分迷いに迷ってやっとこ村すらって感じに見えたから、4番って確実に強靭だと思うんだよな。どっちがいいかね。俺は6番落としちゃってもいいかなと思っちゃうけどな。3番ってそんなおかしい発言してたかな。基本的には6に背置きでの精査をしていて、2番が狼だった場合の位置を最終的に提出していただけだから、そんなに違和感感じなかったけどな。3番と9番で比較したら9番かなと思っちゃうけど、俺は。1番さん、どっから行きたいですか？9番のプレイヤーは発言してください。あのさ、8番と7番マジで大丈夫か、マジで。5番の指摘通りすぎて、3番絶対陣頭だと思って3番入れたんだけど、3番って、2、6を新旧で見てて、2番死んで6強陣で起きするんだったら、3死んで4、7、9に2陣頭なんだから、グレー積みを提案すればいいのに6番から釣りって言ってるし、その5番が言った通り、2、6新旧で見てて2番狼塾だったら9とか視点が売れてるし、8番マジで言ってんの。うん。だから6から行くとかないからね、俺目線3番陣頭だから、まあ8目線はそうか。3級の精査できないとか、圧倒的3だろうと思っても。3と9で俺なんか黒いと思ってんの、8番マジで。大丈夫か本当に。うん。4番なんかあんなどう見ても強靭でしょ。だから兄さんの薬切って勝ちなんだよ。うん。待って、これで3切り替えて俺が黒目で見えないのがマジで、腑に落ちないんだけど、8番に言いたいんだけど。絶対今日3だよ、3。だから3つって2つって、3つって2つって6つって終わり。5番が全部言ったんだけど。うん。2,6 新居で見てたら確実にグレーズになる。なんで6番から行こうとするのか3番には全くもって理解できないし、その2,9のラインもよくわかんないし、あ、4番で強調してると思ってるか、別に2つって6つって3だからどっちでもいいわ、順不動だから。うん。まあ、今日3番いきますね。3番の黒を追えない人逆に俺やばいと思うけど。うん。はい。以上。1番のプレイヤーは発言してください。せよ、仮の権限弱すぎやろ。はい。まあ、7番さん占ってくれっていう意味で俺7番さんに投票しちゃったんだよね。7番さんの色がはっきりと知りたかった。白だったら OK。3番釣りましょう。3、6でしょう。3、6、ローロー。4強。6番さんって8番の色結果全く気にしないんだね。
8番さん、結果って一言も言わないんだけど、対抗2番の黒目ばっかり上げて。2番に関しても6番を表面で見た視点ってのはおかしいんだけど、2番の位置でスライドが起きてるから、ちょっとだけ多めに見ます。4番は 100% 人外だと思ってますね。スライド位置、あ、スライドタイミングもそうだし、言ってることがわけわからないです。かつ遺言で6を肯定するような発言をしていますね。3番っていうのは6に表面を落としてもおかしいが、それであれば9番が言ったようにミロ1のこう提示が必要ですね。2番ロージックで追う考察もそうですけど、ミロ1の考察がまず必要だったかなと思ってます。はい、3、6、ローローでしょ。占い結果気にしないレオさんいますか。3、6、ローローだと思いますよ。3番釣りましょう、今日は。2番、今日釣るなら昨日釣るよ、マジでよ。ところで正直3強の先生は正直ついていないところは、普通に僕は対抗の6番さんを押すが、この方を狼で見てるのでというか、狼なんでっていうところで、まあさっきの弁明というか、まあいろいろ言われたんで、まあ言いたいんだけど、まあ確かにそのなんかいろいろ聞いた中で、まあ確かにそうかなって思ったけど、あの時点で4番さんが急激なスライドっていうところで、盤面的にはそうかもしれんけど、6と4って別々の人間なわけで、で4番さんの考察力っていうのは方法ないなっていうふうなところを思ってて、でそもそも狂人と狼がまあ、出た時点で、なんで狼出るんやろっていう風な考察を僕落としてて、でその狼がなんで出るんやろっていうところから、まあ、出るとしたら4番さんのなんかようわからん考察力から4番さんがもしかしたらあるのかなっていうところで、シンプルに例の3人で釣り切る流れになるとするのであれば、4番さんは狼だから、シンプルに芋って住むらしいようして逃げたんかなっていう風に見えたっていうところをまず言いたいっていうのがまず一つかな。で6、7で正直見てましたっていうね、7、白でびっくりしましたっていうところ、なんかそこをまず言いたかったんだけど、そこに対してなんかめちゃくちゃ叩かれたんで、なんか普通に6、7かなっていうふうに、6、7、あと4か、4、6、7かなっていうふうに思ってました。でも結果的に4番さん白やったから、6番さん黒なんやけどっていうところで、まあ、正直そこは申し訳ないなっていうふうに思ってます。で3級に関しては、3級に、まあ、9番さんの発言があるまではもうほぼちょっとよく分かんなかったんだけど、9番さんの発言で、まあ3、まあ、3番のめちゃくちゃ黒目を上げて、で9番さんがもしもその村人なのであれば、3番さんを黒で見るのであれば、相方ってなんか僕になりそうなんだけど、その後に6番さん釣り切って勝ちみたいな感じで言ってたんだけど、僕が9番さんの意思なのであれば、3人釣ってそれ終わらなかったら僕釣ってもいいですよぐらいの発言が出るんじゃないかって思って、9番さんが普通に2攻めで見えたかなっていうふうに思ったところですかな。というところで、僕あの普通に相方じゃねえ、対抗の6番さんに行きたいと思ってます。以上。3番のプレイヤーは発言してください。まず7番に関しては捏造が2点ほど入っていて、俺は4、6を釣り切ったら2陣が落ちるんじゃないかって言ってる。俺は2番を新っぽく見ているから、2、6ではなく4、6を釣り切ったら陣が2つ落ちるんじゃないかって言ってるんだけど、そこがまず捏造の1点、把握漏れの1点目。かつ7番って2番3番でライン切ってるから2番3番の狼ペアセットが見えるって言ったけど、俺は2番に対して2番が初週の段階占い師を5城の時点で9番1番に対して順列をつけたのが新っぽいって発言しているんだよね。でかつ2週目に関しても2番が新っぽいって言ってるから、俺と2番でライン切りなんて全くしないとだけ2番になって伝えておきます。で、かつ1番は3、6、ローローで見てるんだけど、俺って4番を人狼、6番を狂人で置いてるんだよ。みんなは行動の中から4番狼ではなく6番狼っぽいって精査残してるんだけど、俺は6番の発言の中で6番って4番のこと狂人でしょっていう前置きをした上で6番って出てきていて、じゃあ6番が狼視点の時、6番視点で4番が狂人出ているなら7、8で心霊能が出る可能性もあるし、仮に6番が狼だった場合に4番から狂人と思っていて部屋村になった場合、6番って4番から行きますって言ってるから、6番って狂人視点だとかなりスッキリするんだ。4番から行くグレーン、6番が狂人視点だとグレーンニューウルフがいる想定だから6番狂人だとしっくりくるんだよね。だから俺6番狂人っぽいって言った。でかつ3、6、ローローだった場合に俺は4番が狼っぽく見える。ただ2番が神っぽく見えているが、あっても狼って精査落としてんだよ。あっても狼って精査落としてて、6番を狂人っぽいって言ってるから、そこは1番の3、6、ローローの要素ではあると思うよ。ただ俺っていうのは6番から行きますって言ってるんだよ。結果的には8番が4番に行ってくれって言ったから、仮に俺が占われたら俺視点のグレって狭まらないか意味ないんだよ。だから従って4番に行ったけど、俺は6を狂人、4番狼って言って6から行くって言ってるのは3、6ローローで見えるの。6番に投票を始めてください。
3番のプレイヤーは発言してください。6番は2179だから2366って何？7番が言ってる2366の根拠って俺と2番がライン切ってるって言うんでしょ。なんで俺がライン切ってるの？切ってないじゃん。むしろ俺が2番にスリスリしてる立場になるんだけど、狼だったら俺が。ね？俺は最初6番狂人、4番狼ってこうさず落としてたよ。それは6番の発言精査からじゃん。6番が狂人っぽく見えるっていう精査の中から俺は6番が狂人っぽく見えて、かつ4番が狼っぽく見えてるが、盤面的にいけない盤面じゃん。どうせ霊能に手をかける盤面だと思ったから、じゃあ6番から行こうってなったから6番に行こうって言っただけなんだけど。7番、8番、あ、違う、7番、9番、1番がやってるのって出方精査でしょ、5番もだけど。出方で4番さんが狼に見えますか？じゃあ6番さんだって狼に見える発言で。6番って4番のこと強靭視してるのに、じゃあ7、8の心霊の出てるって分かるのにさ、出てくるって分かるのにさ、6番がじゃあ霊能でさ、狼で霊能使用すると思ってんの？まあ、結果的に6番が多分強靭なんだろうけど、俺はその時点では6番が強靭だと思っていた。あ、じゃあ、6番が狼か。白白だから。4番で落ちてると思ってるけどさ、え、何がおかしいの？で、1番って36ロールに見えて、俺6番入れてんだけど。あなた目線、狼どこなんですか？ 6 番がなんか、2番？まあ、6番の太鼓2番だもんな。じゃあ36ロールだったら6を強靭に置きしたから、じゃあ黒いから4番いきますって言えばいいじゃん。なのに36ロールって見えんの、みんなって。ねえ。何目線？9番でもいいけどさ、黒確定してね、俺目線ってほぼ4強人6級老老だと思ってるから9番からでもいいんだけど、票行ってないもん。で、占い師が6番から行きたいって言うから6番から行きゃいいじゃん。どことどこで見てんの？俺6番に見てんだよ。マジで。で、初心も6番釣りたいって言ってんのに、4釣りのいいとか全く分からんが。6番のプレイヤーは発言してください。その出方精査で合ってた。あの流れの考察、僕8番さんに伝わりましたか？あの霊能すらから占いすらからの流れで、8番さんの思考で言うと、昨日4番さん釣ったのは4番が強人だと思うから最初に絶対人外だと思うところ釣ろうっていう発言ですよね。僕霊能ローラーかしましょう、だから2番から釣りましょうって言ってるの。だから初日で霊能で狼出てると考えて落としてね、2日で、でその後1回、初日の1回であなたが黒を見つけたら勝ちですっていう発言してるんだけど、大丈夫かな？わかる？本当に。ね？ 4 番狂人を消するんだったら26のローラーから入るんですよ。で、あなたがクロムラストルフィッチを見つけたらいいだけの話なんですよ。場面的な話しかしてないんだけどな。はい、以上。2番つって。投票を始めてください。順当に行けば3釣りか。なんか面白いねこの村。3番のプレイヤーが選ばれました。2番は西郎とか言うし。3番のプレイヤーは発言してください。発言してください。じゃあ17、7891って、じゃあ俺の中ではどっちだと思ってんの？36ロールもない理由説明したし、23ロールもない理由説明したんだけど。じゃあ23ロールで2番が占い師をして5番にしろ出してる状況下で2周目で5番が霊能すらするメリットって何かあります？ 23ロールで。2番を、だから、村視点において2番って神っぽく思われてる状況で、俺がわざわざ2番狼だったら9番かなって考察を落とす必要あります？ 36 ローローだったらもっとその考察意味ないでしょ。23ローローでも2番狼視点を村に落とす必要が全くない状況から、なんで俺が2番の狼視点を落とさなきゃいけないの？4番で落ちてなかったら終わりだから、まああれなんだけど。え、6番をあの発言からみんなって狼で降りたの？いや無理でしょ。6番って4番強人だと思って発言していて、6番が狼で7、8の心霊の出るかもしれないの霊能使用したの。で、かつ6番って平野村になったらとか言って、4番釣り押そうとしてんだけど。
6番視点4番が狂人に映ってるのに、6番が狼で狂人に映ってる4番に対して釣り押すって何なの？それで6番狼に見えるの？で、1番は36ローロに見える。4番狼、6番狂人で置いて、じゃあ36ローロだったら4番さんから行きますって言えばいいじゃん。結局狼が来ないんだい、それを8番が指定したことじゃん。俺に非はないぞ。俺は6番から来たいってちゃんと明言してるし。だから、まあ、7番にも言っとくけど、2、6を釣り切ったらではなく、4、6を釣り切ったらって言った。あの時点で2番がかなり深っぽく見えてるかって発言ちゃんと残してると思うんだけど。お疲れ様。はい。4番どっちなんかピーピーですね。以上。夜が来ました。目を閉じてください。八神やね。なんか分かんないことあったら聞いてくださいね、気軽に。なんか、にわかーみたいな言う人いないんで。よーい、にわかにわかーみたいな言う人いないんで。にわか大歓迎なんでね。年齢はいくつですか？6歳。パンツの色は黒です。パンツは黒しか持ってないです。ユニクロです。ボクサーブリーフです。ギョロメちゃんさん、朝が来ました。2400ペリカ、ありがとう。ギョロリン。昨夜死んだのは8番。9番のプレイヤーは発言してください。サンクロ。はい、2番さんどうぞ。はい、じゃあ2番釣ります。2番釣って終わりです。あのさ、3番でさ、自分が狼だった場合の6かに両方否定されるっていうことばっかりしか言ってなくて、あのさ、盤面考察できない人ってやばいと思うんだよね。8番とかさ、言ってるけどさ。で見てんだったら確実にグレーに2両でグレー釣りなんだよ。で、何もかからず6番から釣ったりとか、2番を上軸だったら9だりとか、視点がぶれてるし、3番って確定人狼の俺、3番ってなんか自分釣られた時にピーピーうんぬんかんぬって言ってるぐらいだったら、3番目線って確定人狼の俺を釣り寄すのが、3が村だった場合の視点なのに、6番釣り寄したのが、2、3ローロかな。うん、2、3ローロで4強っすね、これ。はい。で、2番っていうのは、俺のクロスを、3番つって2番つって自分を釣るっていう発言をしてもよかったんじゃないか。だから9が黒いって何言ってんだと思ったけど。4番強人で 100% あれスムラでやってんだら相当理的だと思ってが4番強人。4番強人で落ちてるから、俺目線って236純不動追撃で勝ちの視点の何がおかしいのかな。2番さ、ちょっとそこ論理的に説明してほしいかな。はい、2つって終わり以上。1番のプレイヤーは発言してください。マジ6番シンなの？本当？ 2 番もシンなんか全然ねえんだけどさ、6番グレーセスはほぼゼロ。昨日も色を気にせず。6がくれんだけどな、色結果からすりゃ3になっちゃうんだよな。3番はでも黒だと思ってんだけどね。3番ってさ、100% 9番が黒であって、4で落ちてないと仮定するんだったら、強人位置はどこなのよって話だからね。1なの7なのって話だし。26の心境の話なんてもうどうだってよくねって話なんだけど、もうその視点ってもう3視点って 100% ないんだからさ。26心境だった場合って、3級ローローになるんだからね。だから2番の黒要素っていうのは、昨日3釣りにまず行かなかった点と、6番が強なのかローなのかみたいな話したっけ。そうするとあの足し点って3級ローローになるんだよね、強だった場合。これ3からやっぱ初日釣っとったらもっと変わってたよな。マジで。
9が黒く見えねえんだけど。26は6の方が偽だと思ってたけど。ここで色が割れるくらいなら、そっち割れた方がよかったよな。マジで。もう考えますわ、発言聞いて。2番のプレイヤーは発言してください。うん、あー、僕もう無理だね。普通に6球ローローか。はーい。6球ローロー。え、千奈川さんも強靭やったらもう出てきていいんちゃう、多分4番さんの方が強靭やと思うけど。いや、てか、一番さん言ったけど、なんかさっきの番目3でいいんじゃないって言うけど、いや、普通にあの3か9かわからん状況で6番さん確定陣営外から6番さん行くの普通やろうと思ったんやけど、一番さん強靭やったらもう行っていいんちゃう。6球ローローやし。まあ。きついね。もういいや。もういいです。はい。6番さん行きます。行ってください。なんか9番さんがいろいろ言われたけど、まあ確かに9番さん目線ってそういう風になるけど、こっちから来たらそういう風に聞こえるってだけの話。え、別に何も変なこと言ってないけどね、9番さん。9番さん目線確かにそういう風に言うのは普通かもしれんけど、こっちからしたらそういう風に聞こえるっていう話のしただけ。別に何も変なこと言ってませんっていう感じ。うん、確定人格がついたかったっていうだけの話なんやけど、もういいや。6番さん行きます。以上。6番のプレイヤーは発言してください。はい、4番さんっていうのは、9の1ですらしてないので、ほぼ確実に偽だと、強靭だと僕は思ってますね。はい。で、まず7番、8番、9番が僕の偽ロックをしたことによって、2番さんが占い師で語って、あれのすらか、して4番さんの強靭が引かざるを得なくなった状況だと僕は思ってますね。4、6星座だと僕が釣られてたんじゃないかなと思ってるんですけど。はい。仮に3、6の話をすると、3番と6番が相方っちゃうと3番さんって2番さんのことを絶対真理見れないんですよ。見ることができないんですよ。必ず霊能ローラーを必ずして、で、9か7、どっちかにヘイトを向けないといけないんですよ。はい。それしてましたか？してないですよね。はい、以上。2番さん入れてください。何言い切ってんだよ。7番のプレイヤーは発言してください。2番の思考がさ、いや、2番の狼の思考になった時に、死んで見てくれてる人が何人もいて、に死んっぽいね。4番さんは特に何か言ってたっけ？死んっぽいね。5番も死ん、まあ、今のところ死んでおきましょう。なんで霊能すらするんだ、2が狼で。まあ、一番さんに託すか。俺安定進行大好きマンなんで6か9。まあ、6入れようか。まあ、9入れといた方がなんか9が狼だった時に言いくるめられなさそうな気はするけど。いや、残しといた方がいいし、まあ、安定進行で、俺は6入れるんで一番さんが決めていいよ。票数的に一番さんの票で決まるんで。どうぞどうぞ。理解できないな。3の思考も理解できん。2、3ともに理解ができないが、2、3か6、9って状況でしょ？ 4 強でしょ？ 6落としたけ6。3視点っていつまで初日の話してんだろうって思っちゃったんですが。なんかめっちゃ面白くない？これ以上は遅延だって判断するんだったら、2番さんに入れていいです。僕は6番さんに入れるんで、1番さんの票で決めていいです。僕は話を聞きたいんで、偉いぞ、安定進行大事だぞ、釣ります。で、最初に2球。7は4入れてるけどな、そこだけは納得いかんけどな。まあ、奇遇かな、奇遇であってほしいけど、まあまあまあ、2狼、3狼の時の行動が理解できないから、俺怖いんだ。投票を始めてください。いいぞ。いや、安定進行は大事。安定進行は大事。それはもう言う。安定進行大好きマンだから。安定進行は偉い。6番。偉い。のプレイヤーが選ばれました。偉いぞ。6番のプレイヤーは発言してください。あのさ、まず8番さんの初日の思考を考えてくださいね。あの8番っていうのは4に行きました。で、8番さんっていうのは4番を強靭を期してる。村目線多分そうですよね。ほぼそうなんですよ。ただ
8番自身が4番強靭軸で置くのであれば、初日からレノローラ入るべきであって、でレノローラをしている間に、8番さんが初日で黒を見つけた終わりなんですよ。わかります？わかりますか？まあね、7番さんも初日の発言からなんちゃらなんちゃらって言うんですけど、まあ僕のことを初日からずーっと偽ロックしてるんですけど、あなたもそろそろ変えた方がいいんじゃないですか。なんでこんなに生きてんの。釣られるやつ生きる。人狼殺あるある。絶対レノローラかいった僕。僕は強いと思いますよ。釣られるやつがなぜか一番生きる。あると思います。夜が来ました。目を閉じてください。偽目に見られたら、それは自分が悪いんやで。ほらね、終わらないでしょ。マジで笑けるやん。ほらね、終わらないでしょ。だから言ったじゃん。七神やろな。朝が来ました。昨夜死んだのは7番。9番のプレイヤーは発言してください。まあ一番説得するしかないんだけど、まず3と9でどっちが黒いかを考察してほしくて、3番っていうのは遺言で、まず1周、2周目で、霊能が2勝になった段階で3番っていうのは、2、6を新旧で見ていたのに、グレーズ目を押さずに、6番強靭と置いたのに6番釣りをしたこと。かつ、2、6新旧で見ていて、2番の狼軸で考えたこと。5番さんが全部言ったとおり、それは。うん。で、かつ3番っていうのは2日目になって、3番っていうのは確定人狼の俺を釣り押さずに、2、6の精査を、ばっかりつけて、俺の黒要素を一つも、まあ、ちょっと上げたかわかんないけど。うん。何もかかる3番っていうのは、6番釣りをして、俺を釣られたら PP で負けていたけど、そんな遺言するんだったら3番、俺を釣り寄せばいいじゃんって話なんだよ。だこれが3番の黒要素。うん。2、6を新居で見ていて、グレー釣りを押さなかったところと、3番目線確定人狼の俺を押さなかったことが3番の、人狼要素ですね。で、2番は盤面的に、出方的に2番がレースらしたから、ああ、3、4、6なら、ジュンフと釣り切れ勝ちかなと思って、妊娠進行で3、4、6なら、ジュンフと釣り切れ発言したけど、結果論として2番が狼やったのね。で、2番っていうのは俺に対しての黒要素で、2、3釣り切った後に自分を釣りを、飲むくらいの発言してほしかったって言ったけど、もう一回2番にとか、俺目線っていうのは4番が、あの動きから強靭がほぼ硬いと思っていて、俺目線って3番の陣容が確定した8番が7白結果出したから。だから、2、3、6、順不動で釣り切れ勝ちだから、俺視点って何もおかしくないんです。はい。黒要素ないな、Q の。1番。ある黒要素。のプレイヤーは発言してください。はい。まあ、7番さんが噛まれたね。こっちが白いって思うからな。いや、決めてるよ。もう決めてるけど、まあ、一応その俺が2番に行くよ。でも2番は頑張ってくれ。俺を説得してみてくれ。うん。7番が、心配してたから一応安定進行で6に行ったけど、2番が死んで見られてたって占いでね、それは2番だけの時の話であって、8番がエンドポジで出てきて、スラしてるから、そこまで8、2の精査ってなってなかったの。だからそこから霊能にケアしてるっていうのは、白くない方に。真の動きではあるけれども、白い方に入れないって感じ。占いから降りるっていう点に一点置いてみら見た場合は関係ないかなと思ってるから。2番は、6番の偽要素はもう散々村が拾ってるから、9番の偽要素を言ってほしいかなし、黒要素。
3番の黒要素はもう満載なんだよね、正直。3時点って4何者なの ?PP、PP って言ってるけど。だから4番引かねえで6つってたら勝ち目あったのにね。8番が7だなって。まあ一緒か。一緒だね。ヤシオリさん、つれっつってんじゃんだから。26なら若干6が黒かった。39なら圧倒的に3が黒い。あんな白だったら別に9つればよかったっす。そう、上げてみてください。以上です。2番のプレイヤーは発言してください。まあ正直ね、黒要素ないね。ごめんなさい。なんか1番さんがモナが入れるって言ったんで、もうちょっときついかなって思ってるんですけど、まあ特に9番さんの黒要素も特に上げられないから、まあ1周目からのなんか僕の思考っていうのはもう一回話すぐらいでいいかなって思ってます。はい、まず、まあ繰り返すけど、まあ、9番さん1番さんの流れで、まあ、霊の釣り切りって流れで何かしら仕事したいなって思って、で、まあ、占い師から霊すらして、まあ、確定させればいいかなっていうふうに思ってたっていうところ。で、まあ、それで、まあ、三使用場面になったのは普通にびっくりしたけど、まあ、なんで狼がそういうふうなことをするのかなって思ったところで、まあ、4番さんがすらして結構、まあ、動揺っていうか、まあ、びっくりしたっていうところで、まあ、そういうところでも、まあ、まあ、あるとすれば4番さんが狼かなっていうふうに思考になったのは、まあ、4番さんの考察力とかあまりないっていうのと、まあ、4番さんなのであれば、まあ、狂人じゃなくて狼として、まあ、霊に出ることもあるのかなっていうふうなところで、釣られたくないから、まあ、ロランの流れになると思って釣られたくないから、まあ、すらしたのかなっていうふうに思ったというところで、まあ、4番さんが狼っていうふうに、まあ、思いましたというところですかね。まあ、みんなからまためっちゃ叩かれたけど。うん、で、まあ、それで4番さん釣って、まあ、四角白で、まあ、結局みんなの言う通りで狂人で、まあ、3級狼、6狂人ってほぼほぼ 100% ないから6番さん狼っていうふうにほぼほぼ 99% 思ったっていうところで、まあ、僕目線っていうのはその2日目の時点で、まあ、3番さんみんな流れだったけど、僕の目線っていうのはまあ3級どっちかわからない状況で、6番さんっていうのは確定人会、もうほぼ 100% 6番さん狼なんで6番さん行ったっていうところ、まあ、それそこまで普通。うん、で9番さんに言いたかったのが、まあ、ほぼ3、2で見てるのであれば、3、2で自信持って釣り切ったら、まあ、全部それが安定だけど、まあ、それ釣ってくれたら僕釣っていいよぐらいのなんか意気込みが出るんじゃないかなというふうなことで言ってたっけ。9番さん言ってください。投票を始めてください。2番のプレイヤーが選ばれました。ゲーム終了、村人の勝ちです。 OK! でも初日からさ、だって3釣ってたらさ、6が3に黒で、まあでも3、6、2の順で終わりだったね、どっちみちね。